清少寺は東京都港区あたご二丁目にある総統州の寺院。三号は一万年山。江戸府内の総統州の寺院を統括した江戸参加寺の一つで、大田道館が運行春徳を招聘して文明8年に創建。当初は武蔵区に貝塚にあったが、徳川家康による江戸城拡張に際して現在地に移転した。しかし移転後も長く、 貝塚の聖章寺と俗称されていた。長州藩、土佐藩、津和の藩などが、江戸で藩主や家臣が死去した、蔡の菩提寺として利用した。境内に死屈学寮を応用し、幾多の人材を輩出。明治8年には死屈学寮内に、総東州大学林専門本校を開校し、翌年、港区高輪の仙学寺学寮を、 文京区駒込の吉祥寺学寮を仙段林と統合し、今日の駒沢大学へと発展した。最近では、東京工業大学の上田のり助教授を招いて、仏教ルネッサンス塾や、坊主 B Ambitious、お開くなど、現代社会に求められる仏教、僧侶のあり方を模索している。三門の入り口には、アタコグリーンヒルズがそびえ立ている。 インドネシア独立戦争に参加したアブドルラフマン、イチキカツオ、アレーフヨシズミトメゴロウに対して1956年にスカルノ大統領より贈られた記念碑が入り口入って右奥にある。スカルノより贈られた石踏み、ありがとうございます。